ドバイス詐欺だよ。私はもうヘトヘト。なんだねブチ、このぐらいでバテるなんてだらしないぞ。娘が張り切りすぎなんだって。ねえネプリア、え、私は別にこのくらいは慣れてるの。ネプリアが裏切った。最近ネプッチはゴロゴロしながらプリンばかり食べていたからね。娘さんありがとう。一族を代表して礼を言わせてもらうよ。礼なんていいって。お前らだって何度もシェアクリスタルを見つけてきてくれただろう。困っている時はお互い様だ。これって地獄のトサカからのシェアです。やったねウズメ、ここでもシェアゲットだよ。もしかしてギャルゲーのヒロインの好感度みたいにモンスターたちの好感を得るとシェアが得られるのかもね。ウズメ、ねウズメってば。切りすぎたせいで腹が減ってちょっと立ちくらみをしただけだ。なんだ、何事かと思って心配しちゃったよ。まったく、進めたり人騒がせなんだから。悪い悪い。はい、これ。これってプリンだよな。そんじゃそからのプリンと思ったら大間違い。プラネテューノの女神である私が朝からずっとポケットの中で温めた優しさ半分、女神の加護半分のとっておきのプリンなんだよ。お、おう、だから生温かいのか。さて、それではゲームの筐体がある場所に案内してもらえるかな。それなら向こうにあるわ、ついてきて。逃げられたか、すばしっこい集め。次のステージこそは俺が MVP を取ってやるぜ。何よ、次こそは私が MVP 取るんだからね。うずめさんすごく楽しそうですね。こんなに楽しそうなうずめさん初めて見るかも。今までデカブツのことばかりだったからな。俺もあんなにはしゃぐうずめは実に久しぶりだ。やはりうずめはあの顔の方が似合う。ねえねずぎや、当てるコツとかあるの？あるなら私にだけこっそり教えてくれないかな。打つときにはこうやって脇をしっかり締めて狙いを定めるな。そうすることで照準がブレずに。おいネプチだけずるいぞ、俺にも教えろよ。いいですよ、じゃあ娘さんもお姉ちゃんと一緒にこっちに。ん、どうしたギアチ。世界の問題を全部解決して私たちの世界に来てもらえばいいんだよ。それならみんなお別れしなくても済むよね。いやー遊んだ遊んだけどゲームってのはみんなで遊ぶとこんなに面白いんだな。こんなに楽しんじゃ毎日でも来たくなるぜ。そうですね、また一緒にゲームセンターに行きましょう。どうやら作戦成功みたいだね。ゲームで立ち直るなんてそういうところはネプッチの妹って感じだな。何のことですか。なんだ。ウズメ、あそこだ、向こうに何かいるぞ。ウィー、こんなやつが隠れてたのか。あのシルエットにあの装備、多分軍用の制圧兵器です。フレームの規格からの推測ですけど、おそらく AI も2世代前のものが使われていると思います。
けど、あくまでそれは私たちの世界での場合。もしかしたら何か特別なプログラムや武装が組み込まれているかもしれないので気をつけてください。いつものネプギアに戻ったようだね。まあ何を言ってるのかさっぱりわからないけど、けど迷いを捨てたネプギアの強さは私が保証するよ。ならこんなガラクタなんざさっさとスクラップにしてやろうぜ。俺は負けない。あいつらを守るために。腕組みしてやんよ。頑張れ。ありがとな。エールは君に。俺が全部終わらせる。娘の番だね。うわあ！
チをしたわね。はい、レベルが上がりました。はあ、見かけ倒しだったな。ねえお姉ちゃん、このロボット解体してもいいかな。いいけど、散らかしちゃダメだからね。うん、わかった。どこから解体しようかな。やっぱり胸部からかな。それとも頭？けど足から順番にってのもいいよね。戦闘後第一声が解体ってのもすごいな。メカオタのところがネプギア唯一の個性みたいなものだからね。どうしたのネプギア。転送装置のコアパーツの代用品発見しちゃった。本当？じゃあ転送装置が直せるんだね。うわーい、やった。そうだ、他にも何か掘り出し物があるかも。他の場所も分解してみようっと。遊びに来たはずが飛んだ拾い物だったな。だな、ギアッチも元気になったし、来てよかったぜ。